皆さんこんにちは痛みだより10月4日号ですまず痛み端子で読売ジャイアンツ坂本駿選手と東京楽天ゴールデンイーグルス田中雅宏選手に東京2020オリンピック野球日本代表として金メダルを獲得した功績を称えて市民栄誉賞が贈られました2人からの受賞のメッセージが届いています 伊丹市のホームページでぜひご覧ください。それでは今週の伊丹だより進めてまいりましょう。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている伊丹市内の企業やお店を活性化しようと伊丹市ではプレミアム付き商品券割得伊丹を販売することとなりました。 ちょうど皆さんのお宅に先日広報痛みと一緒にこのようなチラシが投函されていたと思います今回は痛み市内の様々なお店でお得に使える商品券カ得トク痛みとはいつどこでどんなものに使えるのかをご紹介していこうと思います 今日スタジオには伊丹市町中にぎわい課の川村さんそして商工労働課の村上さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまず川村さん葛藤・伊丹がどんな事業なのかそしてその背景を教えていただけますかはい。昨年から新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています市民の皆様には不要不急の外出を避けるようにお願いしているのですが その影響で経済的なダメージを受けている企業やお店も多くなっていますそれは痛みの街中にある企業やお店も例外ではありません、はい、今回の事業はそんな街のお店の皆様にプレミアム賞金券で元気になってもらおうという取り組みですはい。 昨年度あの実施しましたカットクセブンというネーミングを覚えてらっしゃる方もいると思うんですけれども昨年度のこのプレミアム付き商品券として行った事業こちらの評判はどうだったんでしょうか、はい、昨年は販売開始後約1週間で売り切れてしまうなど市民の皆さんの関心も高く大変好評でした、はい、今回のカットク痛みでは昨年よりさらに規模を広げて行います。はい それでは今回の獲得いたみの商品券をちょっと見せていただいていいですかはい実際の商品券はこのようなデザインになっています500円券が12枚つづりになっていて合計6000円分これを5000円で販売いたしますはい 5,000円で6,000円分のお買い物ができるというのはずいぶんお得ですねえ使える場所も身近なお店ということで日常のお買い物に気軽に使えてなんかもう買えるだけ欲しいなと思ってしまうんですけれどもこれはいつどこで使えるものなんでしょうか、はい 使える期間は11月1日から12月31日までの2か月間で、はい、伊丹市内すべての商店街組織17団体、はい、伊丹商店連合会、うん、伊丹商工会議所などに加盟しエントリーされた400店舗以上で使うことができます。はい 前回よりも参加する商店街組織が増えたことで伊丹市内全域にまで広がっていますそうなんですねもうとってもたくさんのお店で使うことができるんですね、はい、そして期間もですねこう年末にかけて何かと物入りな時期になりますのでそういった時にこのお買い物に使えるというのはとても心強く嬉しく思いますそして使える店舗というのは例えばどんなお店があるんでしょうかはい 納得痛みが使えるお店はこちらのチラシにも掲載しております、はい、普段利用している店舗や知っているお店っていうのもあると思います。はい、すごくたくさんのお店が並んでいますね。まあ、掲載されているそのお店を見ているとこう。いつも使っている食料品のお店です。とか、ショッピングセンターの中にあるお店でも使えるということなんですね。そうですね。 伊丹、えー、市内の参加店舗であればさまざまな業種のお店でお使いいただけます、はいえー、プレミアム商品券と聞くと食料品や小売りなど、えー、日常のお買い物でしか使えないというイメージをお持ちの方も多いようですが、えー、飲食店でもお使いいただけますし、はい、クリーニングやエステリビウオ店などのサービス利用などでも、えー、お使いいただければと思います、はいえー、詳しくは「買っとく伊丹」の公式ホームページをご覧いただき、えー、最新情報をご確認ください 参加をご希望されるお店の方もぜひご確認ください。公式ホームページへのアクセスは画面右下に表示されている二次元コードをスマートフォンなどで読み取っていただくと簡単です。なるほどあの。買い物をしていてあここが買っとく痛み使えるお店なんだなっていう目印はありますでしょうかはい、えー期間 期間中は各店舗にポスターやステッカー、ポンジンマークなどを一式セットにしてお渡ししていますので、それらが設置されている目じれされているのを目印にしてお店を確認してお使いいただければと思います。はい、わかりました。ここまではその割得痛みがいつどこで使えるのかということをお伺いしてきました。 続いてはですね、どのように購入すれば良いのか、その入手方法についてお伺いしていきたいと思います。村上さんお願いします。はい。もう一度こちらのチラシをご覧ください。はいえー、購入方法はこちらに記載しているハガキもしくはインターネットからの事前申し込みになります。インターネットの場合、えー、画面右下の二次元コードからアクセスしてください。 はがきでのお申し込みの場合は、えー、切手代がお申し込みをされる方のご負担とさせていただいておりますので、インターネットからのお申し込みがおすすめです。カットクイタミは、伊丹市民の方だけではなく、市外の方にも購入いただけます。ただし、使用できるのは、伊丹市内のカットクイタミ、参加店舗のみとなります。なるほど。あの購入するのに数の制限というのはあるんですかはい。 1>, 1世帯当たり15冊までとなっております、はい、15冊ご,ご購入いただくと最大で15,000円お,宅にお得にお買い物ができる計算となります、はい、ただしお申し込みの際に応募多数の場合は抽選になりますので必ず15冊まで購入できるわけではありません 購入の申し込みは10月15日までとなっておりますので、えー、市民の皆様はぜひお早めにお申し込みいただければと思いますはいわかりました、えー、事前の申し込みをしてそして応募多数だった場合は抽選そしてその後に購入という流れになるようですその当選した分の商品券の引き換えというのはどこですることになりますかはい 痛、えー、みのプレミアム付き商品券の引き換え販売場所は伊丹市内の郵便局20カ所や、えー、その他の伊丹市内指定の箇所を予定しております、はいえー、当選はがきで指定された期間と、えー、場所で現金と商品券をお引き換えください、はい、引き換え期間は10月25日から11月15日までとなっております、えー、なおインターネットからのお申し込みの場合は、えー、17時以降の引き換え指定などが 土日祝日を含めて可能となります。はい、そういった便利なこともあるようです。お得にお買い物ができまして、地域の商店街やお店の活性化にもつながります。獲得痛みのプレミアム付き商品券、この機会にぜひご利用ください。また、先日広報痛みと一緒に配布されましたチラシや、そしてご覧いただいているテレビの画面右下の。 二次元コードからインターネットで買得痛みの最新情報をご覧いただけることになっています。お申し込みはもう始まっています。締め切りは10月15日です。そして今回もう一つですね、痛み市内のお店を応援するプロジェクトをご紹介していこうと思います。どんなプロジェクトなんでしょうか。川村さん教えていただけますか。はい。 続いてご紹介するのは「えー、未来飯伊丹」という伊丹、はいえー、市中心市街地を中心とした飲食店をクラウドファンディングで応援しようという伊丹、えー、商工会議所と伊丹市中心市街地活性化協議会が行うプロジェクトですはい、このクラウドファンディングという言葉はよく最近聞くんですけれどもインターネットで多くの人から資金を集めていろんな事業に役立てようという仕組みですね。はい 一般的なクラウドファンディングや、えー、グッズや返礼品だったり、えー、支援してくれた方に何かを送ることで成立することが多いと思うのですが、えー、今回は支援しししてもらったた金金額額に支支援援ののを上乗せした額のお食事カードをお渡ししよううという試みです者は未来飯シ伊丹参加店舗の中から、えー、応援したいお店を選んで支援金を送ると、えー、そのお店で使える20%上乗せされた額のお食事カードを利用できるようになります。 なるほど。つまり私が1万円で支援すると、未来飯板み参加店舗で使える1万2000円分のお食事カードがもらえるということになるわけですね。さあそれではこの未来飯板み今後の日程なんですが、どんな風に進んでいくんでしょうか。はい。実際にクラウドファンディングで支援者を募集するのは11月の10日から12月の20日を予定していて。 お食事カードの利用は来年1月の5日から6月30日までとなっています。はい、え現在は参加店舗を参加店舗を募集している段階です。なるほど、あの店舗の参加資格っていうのはあるんでしょうか。はい。参加資格は伊丹市内の伊丹商工会議所会員の飲食店もしくは伊丹市中心市街地エリアの飲食店であることです。 住所で言いますと伊丹市の中央西大宮の前伊丹1丁目から3丁目になります、はい、そして伊丹市がお願いしております新型コロナウイルス感染症の拡大防止ガイドラインを遵守していただき各種協力要請に従っていることが参加資格に入っております参加への詳しいお問い合わせは画面下の連絡先までお問い合わせくださいままた説明会も開催しますので ぜひご興味がある飲食店の皆様はお越しください。未来飯痛み参加希望のお店の皆さんは、画面右下の二次元コードからもお申し込みいただけます。さて、今回はプレミアム付き商品券、カ得トクイタミ、そしてクラウドファンディングで飲食店を応援する未来飯痛みについてお伝えしました。 町中賑わいか、川村さん、そして商工労働課の村上さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。